オッケー、イケボですよ。ミクロさんいらっしゃい。はい、売名ブロックですよ。気をつけてください、今川さん。売名配信者ブロックって書いてあるでしょ。ルール守ってね。マナー違反だよ。今音来てる。モンサさくらんぼさん聞こえました。なんかプラグイン停止って出てるけどいいの？ Google のところ保護されてる。出たら消してもらいたいんだよね。あれカーソルどこ行った？あれカーソルは？はい、どの辺でやりますか？ここで。今日じゃあ3回目ね。もうワドはランニングもストレッチも済ましてるんで。今日シャドーボクシングやります。じゃあ俺時間取るんで、まあプレー3分2ラウンド、はい、聞いた方が多分面白いと思うよ。そんなやんなくていいよ。分かんないけどリスナーさん聞いて、どう近い方がいい遠い方がいい？近いとね当たっちゃいそうに邪魔なんだ。怖い。あ、怖いか。じゃあ1ラウンド目フォーム自分で気にしながら、はい、最初その飛ばさなくていいか、速さもいらないから丁寧に、はい、下半身特に、はい、後ろ足のそうそれでそのキックで来ると、そう。じゃあ行きまーす。スタート。そうそれぐらいでいいから。おかずレーサーいらっしゃい。あとその左足が硬いっつってるのは、はい、こっちが突っ張っちゃうの、はい、こうに立っちゃうから、はい、少しあの余裕持たそういうことただその難しくないそういうことなの、はい、それがこう突っ立っちゃう時があるから。そう、全然速さも力みもいらないからそれでで、ジャブ打ってる時右手が下がるから少し頬の下それぐらい、そうつま先が少し入りすぎてるから左のつま先は相手の方攻撃する側に向いてる。そう、そうそう丁寧。そう。何個の保護しに打つと通報されそう W。 いや難しいんだよ。打つしたくはないんだけど。それで全然力むこともないし。はい、半分。モンサさくらんぼさん、やっといらっしゃい。しがっちゃいらっしゃい。打ってる時に相手も打ってきてる。だから反対の手は常に顔にあるという意識で、意識は。
プラス30、うん、一旦さんエルちゃん文化加減しないで、このおっさんをリングで殺してくれることを強く。レクラさんスバニャンともやったの。うん、オッケー。肩、こういう風に肩を回して、その肩甲骨が動き出すことをね、意識して。全然良くなって、前より。で、脇絞れ、脇絞れとか、胸の前に右手置けっていう人がいるけど、あれは腕が疲れちゃうから、意識として胸の上に置いとくぐらい。でも、キックの場合は、ボクシングと違うからちょっと気楽な基本なんだよ。結局ちっちゃく構えると蹴りもらった時に持ってかれるから、はい、少しここでクッション作っておいて、はい、っていうのが基本だから、はい、そうそう、それパンチの時にこの自分の軸がぶれないように、もうそれは蹴りもパンチも全部。じゃあ2ラウンド目少しずつスピード上げて。ひかりさんね、あの前回言ってみたけど、カメラの動きってパッと追っかけるとブレるから、ゆっくり追いかける感じでいいよ。引き目で撮った方がいい。ちょい待って、また出たから。ちょい引き目だ、ね、ちょい引き目で撮って、カメラってパッて動くと酔うから、見てる人はこういう風にゆっくり寄って、こういう風に、そうすると映画っぽくなる。ああ、なるほど、そうゆっくりくらい、それくらい、それくらいだから引き目で撮ってると面白い。了解。じゃあ追っかけなくていいです。追っかけなくていい、そんなに真ん中に社会があれば大丈夫。あるからです。で、はい、当然だけど攻撃してる最中は動かない。攻撃してるから止まって攻撃するんだけど、はい、攻撃終わった時同じとこにいるともらうから、はい、もう攻撃したら動く、攻撃したら動く。相手は打ってきてる、でも相手も疲れてる時は受けるしかないから、はい、攻撃してる最中はそれでいいけど、攻撃、自分の攻撃が終わったら動く。じっとしてたら撃たれるよ、はい、さあ、じゃあ体温めるつもりで、あの最初は握りはいらないから少し早く動いて、はい、3ラウンド目はしっかり握り込む、はい、いくよ、はい、スタート。このラウンドから足も少し入れよう。このラウンドから足も。だいぶ右ストレート良くなった。硬さがなくなってきた。そう、今のピポットをね、あの要所要所で使って、そうそうそう、いいよ、ピポットを使ってる、使えてる。足は揃わない、絶対に足は揃わない。肩幅は肩幅。
やっちゃおう。半分長いよ、3分まだ半分だよ。見てる、すごい見てる。シャドウは全部の基本だからね。シャドウ大事だよ。めっちゃ見てる。よくして。はい、ラスト30。イメージで追い込んで、30秒でコーナーに追い込んで。これコーナーだと思って追い込んで追い込んで倒すぞ。あ、10秒5秒5秒倒せ倒せ倒せ。 OK。 ゆかさんお疲れ様です。これは分かってると思うけど。風船ありがとうございます。ロシアチュいなくなっちゃった。もういないね。いないね。ゴンタサクランボさんバーガー、ガッタリスクさん、本当にこのフォームでいいのかよ W、 このまま捨てついちゃうよ W、 マイタケモモさん遅い、レギラゴンさん都会の公園は賑やかだね。はい、もうインターバル1分慣れていこう。了解です。もうすぐ始まるよ。はい、はい、スタート。あ、構えはすごい。もパンチ戻すの早くして。打つ速さより戻す速さ。すぐに顔に戻さないと来るからね、相手のパンチが。ハッチバーガーありがとう。バーガーありがとう。リング狭いから戻るっていうことはできないから、まっすぐ下がるっていうこと、回る、そう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 、下がる代わりに回る。基本は左に回っていく。そうそうそう。ジャブを出しながら左に回っていく。そう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 。蹴り、そう、前蹴り打ってんだから相手は下がるんだから、下がったとか下がったとか、そう、追っかけてくる、そうそうそう。前蹴りで突き放してんだから、突き放してんだから、そう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 。パンチとパンチの間も速くだけど、パンチとキックのその次も速く、せっかく相手に攻撃してんだから。
少し蹴りも出してこい、回し蹴りも出してこい、わかんないなりに蹴ってこい。そう、残り30。残り10秒、こいこいこい、コーナーに詰めろ、コーナーに詰めて10秒、倒せ倒せ、5秒、もう相手倒れかけてる、倒せ倒せ、タイム OK。 テルチャンピンいらっしゃい。ワドチャンピン来たよ。チャンピン来たよ、チャンピン。ほっといていいの。押しても、あ、やっとっけ、あ、これが出ると固まんの、分かんない。てかね、一回再起動した方がいいかも、一回再起動してもいいですか、パソコン。じゃあちょっと切ります、すいません、一回切ります。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんじゃん、もう。はい、和田津です。これからミット打ちありますんで、マチルダさんいらっしゃい。まず荷物どうする？持ってきたいよね。じゃあ、ごめん、これ一瞬止めてもらって、一周してみたいな。ん？これ？そう。OK。ちょっと持ってこよう。
タイミングミットを出したらすぐ反応するっていう、強くこの隙間が実は短くて短い方が当たる、反対が上がるよね。なんか来たぞ。名前何ですか？正義の味方さんです。どうもお疲れ様です。コーチのどうしましょうか。あ、もう横でなんかやってストレッチしてちょっと体温めてもらって。暑いな、いい感じ。なんかやってたの？いや、これガチなんですけど、16歳の頃から23まで親にして喧嘩だけで生計立つ話です。グローブ持ってないの？まあ俺に貸せたら。多分忘れないで。強く打ってたら全然ないんだ。早く。弾いてやろう。ワンツー。あ、熱い。あ、熱い。弾いて。パス持ってるでしょ。2ラウンドどうってことはずっとジャブで。めっちゃ。わあ、全然やばい。リッチポール投げるんだけど、当たる瞬間だけリッチある。卵おじさんさん証言じゃなく、安心で打った方がいい。すごいよ、今ね、惜しいんだけど、ちょっと手前で、ミーティングポイント迎えちゃってるの。伸びたところで当たるのが一番有効なんだよ。だから、ムチみたいに使うことを覚えて、ムチみたいに伸ばして。当て感がいいんだ。距離は覚えるしかない、はい、伸ばして伸ばして、ここで当たるのがいい。だから本当遠いんだよ。遠いっすね。みんなもう近くで打ちたいから、はい、ここでぶつけてる、はい、じゃない十分離れて伸びたところで当たるように。そうどんどん打ちたい。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツーのツーは重いですか？重いって言う。重い。ワン、ツー、2回って感じ。そう。そう、それを今、ワン、ツー、ワン、ツーなってるから。はい。じゃない。ワン、ツー、スリー、フォー。そう。ワン、ツー、スリー、フォー。そう。ワン、ツー、スリー、フォー。そう、そう、そう、そういうこと、そういうこと。今度、ワン、ツーとワン、ツー、スリー、フォー。ランダムに混ぜるから、ワンツーっつったらワンツー、ワンツースリーフォーしたらワンツースリー。ワンツー、ワンツー、スタミナつけるのもあるんだ。ワンツー、ワンツー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。ちょっと休む。ちょっと荷物持ってきます。ジョレさん、荷物持ってきます。荷物、荷物。こんにちは、はじめましてですね。お願いします、たくみです。ねえ、何じゃん。タイガーマスクを今日持ってきたの？あのグローブ、グローブが薄いんだよ。でスパーリングできる？軽くね、怪我する方でやらないだよ。いや、あの試合前に怪我しちゃったら大変だろ。ラグがすごい、あの
ラグ半端じゃないらしいっすよ。完全にニコ生のノリだからね。ドレスさんにお借りすれば。喧嘩流でもいいんだけど、蹴れる？まあ当てずにいいと思うんですよね。いやまあ少し当ててもいいよ、うん、少し。蹴るも使う？うん、使う。さすがに2つ持ってないよ俺カメラは。あ、三脚使っていいよ。三脚で三脚使えるんだけど、あれ持ってくるの忘れた、ホルダー持ってないよね。だいぶラグあるね。ラグあります。だって今来てるもん、ワン、ツー、スリー、フォーの人。え？じゃあ20秒ぐらいあるのかな。絵、うん、はほらタイガーマスクだけど、ちょっとカウントダウンさせる。まあしょうがないよ、あの高画質だから、うん、出力すごい上げてる。今荷物持ってきますねって言ってるから。結構ラグってますね。喧嘩で作ったいいからのしてるよ。だからお互いにそのマスボクシングっていう、当てる相手たら当てるんだけど、もう教えてあげるぐらい、はい、じゃないともうガチガチいっちゃうと試合前に怪我しちゃうんですよ。悲しいんだもん。で今度少し、はい、あの蹴りのコンビネーションについてね、はい、ありがちなのがもうパンチ打ちたいときはパンチだけ、はい、蹴るときは蹴るだけってありがちなんだけど、キックボクシングだから、はい、やっぱりパンチのコンビネーションがあるように、パンチとキックのコンビネーションがある、はい、前最初に話したんだけど、一番最初の理論がなるべく散らしてあげる。対角線こっちで攻撃出したら次はもうキックの攻撃、こっち出したら今度こっちっていう、それが基本があるんだけど、もう一つ、パンダになりがちなのね。ジャブならジャブ、シングルパンチジャブって意味合いして、あれでもこうシットラインも何もしないでジャブって回る。了解です。そのためコンビネーションやってる。ジャブでもいいんだけど、次リズム変えるためにワンツーで、ワンツー、スリー、フォー、さあ今度ジャブ、ロー、一番覚えてほしいのは基本ワン、ツー打ったらこの手でブラインド隠すの、相手の目線をこっちに引っ付けておいて、この手で隠しといてローキック。これは体格差なくて、体格差なくて、うん、こっちのこれで、あ、最初はジャブローをジャブローで見せておいて、ワン、ツー行って、はい、この手で目線を隠したの。これ2個は入るんですか。そうだからこれ別に見ないと入るもいいんだけど、はい、一番簡単なのは隠しといてる、はい、怒りのマンチ固めさん元気ですか。 それがもう同時の方、ワン、ツー、そしたらもうこっちに意識いってるから、はいはい、足当たるし、万が一足当たらなくてこっちが当たるから、だからこれをせっかくコンビなのにワン、ツーよいしょって言ったら意味がない、かぶせる。そうそうそう、 0.5 ぐらい。いやもう同時でも打てるんだ、打てるんだ同時で。そうバランス崩したらこっちのパンチが浮いちゃうから、はい、しっかり打ち込んだら、打ち込んだから、そうそう、これじゃあ今日はこのコンビ覚えてください。ワン、ツー、ロー、ワン、ツー、ロー。そうだからスネが、スネが、まあ、あと関節系で切断やつもあるんだけど、そんなの相手も避けるんですから、基本はスネがここに当たる。はい、釣れた。はい。あ
だこれ思っていたと想像してやっぱりっす。それにアスパラが高いのってなるから、はい、ここで俯瞰するのって難しいからね、はいはい、今のポイントはさ、はい、この辺ね、あんま痛ないでしょ。でも、一瞬照らすことこの辺どうしたら分かるか、はい、痛くないし面白すぎ殺しちゃうからつけんのかなじゃあちょっと最初ジャブ何も言わないから自分の方がいいや取れるよこっちこういうタイプつけんのかなほらいいやつを得意な方で分かる構図こっちこういうジャブいいやな分かるジャブ、うん、なんかね横から取るだけじゃないわざわ見てねこれかなりいいからちょっと弾く感じ力入れる体重十分使ってるから。ほう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 。ほうほうスピードが出るし、あと握るだけで結構頭ってグラグラくるから。重っ重い重い。うわ、本格的だな。今さ、上からこう打ち下ろしてるのガンって。はい。あれすごいいいの。ご覧になってる。確かに。タイガーマスライド。エルチャンピンさんとエラ、もっと蹴っておけ。蹴るよ。子供たちがタイガーマスライド見てる。そりゃそうでしょう。生放送。テレビじゃないよ。もしやってたら、順位を置いたら、その場合、勝手に。いや、いい点数。返しもだけど、はい、膝のこれを使ってるのもいいよね。じゃあ今度ワンツーワンツーって重いね。ギャラリーができてるね目立ってきたらこの体ってさ本物かと思うんだよ本当に強いやつ現れたのみたいなギャラリーができてるからワンツーコメントどんな感じだコメント遅れてくるから無理30秒だってラグこっちコメント音来てんのこれ音出てるコメントのあコメビュー米うんいや声声あ出てます出てる、うん、コメントがないだけっていうことそう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 、うん、いいね意外といいねやばいなこれその格好で子供たちがその語りでその格好だから何やってんの何やってんのってみんな見てるから手がパンチパンチ手リバーの見てみていやよかったよかったビュンってそしたらねあのマスティッシュしてちょっと軽く、ま、マスボクシングっての覚えよう、はい、要は当てないでパンチが来てるっていう手で、はい、パリングする、スレーする、避ける、はい、
毛が来れば避ける。でだんだん少しずつこう触っていくマスクしてると距離がつかめないから、パンチ強いからちょっと不安ではあるんだけど、花粉症でほとんど前が泳ぐまあまあそこはあの窓はヘッドギアして、エゼロ。やっぱでも慣れてるんだね。格闘技はやった。全く。でもねすごい。自己流？全然違うもん。最後に殴った。じゃあもう十何年前からっすよ。タイガー俺がさ、はい、カメラ持ってるから怖え。あ、同じぐらいですね。たくみさんのはだって違うでしょ。違うでしょ。あ、でもたくみさん意外と筋肉あるんだよな。鍛えればね。うん。見てる人手挙げて。手挙げお願いします。多分多分さっき30秒って言ったから相当、うん、アイテム来てる。アイテムは残念です。残念です。来たら行きます。ハッチがいないのうちのスペシャルスポンサーが誰も来ないんで。重すぎるか。タイガーやばい。大丈夫タイガー。だからあれ、おお。ああ。やばい、本物になっていく。怖いっすね。もう軽く頼むよ。最初はね、当てない。空いてたらちょっと教えて。軽く当てて、空いてるよって。どうぞ慌てないで、あのパーリングとか、ね、ブロッキングとかっていう技術を使って、もう力でガッていくんじゃなくて。はい、チャンピオンは右左。チャンピオンサウスポー。え、くるくる。あのスタンダードだけど、スマホの人ちょっと入り直してください。クルクルの人は入り直してください。わかんない、フラグ多いから。コメントとか何も出てないけど、してないだけど。こんな美味しいんだから。何も来た。やばいよ。放送事故だよ。放送事故だよ。これ誰も来ねえよ。美味しいな。本当ウケるわ。こんだけ美味しいキャラクターで。すみません。いくらなんでもコメント来てないなと。ハクハクが治んない。くるくるって人もいるし。とりあえず、ちょっと待って、一回こっち調整させてください。ごめん、一回調整する。